ジャクソンビルは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、オンスロー郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年国勢調査での人口は7145人だった。ノースカロライナ州では、第14位である。ジャクソンビル大都市圏に属し、その主要都市である。2014年、雑誌、フォーブスがジャクソンビルを国内で急速に成長している、小都市の 第5位に挙げていた。人口動態的に平均年齢が22.8歳と、ジャクソンビルは国内でも若い都市であり、その要因は軍人が多いことである。また1930年の人口が783人であったものが、その後の80年間で7145人と急速に増加したことも平均年齢の低さに影響している。市内には、 アメリカが衆国海兵隊キャンプ、レジャント、ドニューリバー航空基地がある。州内南アウターバンクス地域に隣接している。ジャクソンビルの歴史初期は1713年にタスカローラ戦争が終わった時に始まっていた。タスカローラ族などインディアンが強制移住させられた後に、ニューバーンとウィルミントンの間の地域で高級的な入植が行われた。 ニュー川の水源が海軍用の物資、特にテレピン油の生産拠点になった。中心街のウォーターフロント公園は、ウォントランド渡し船の場所に建設された。当初の渡し場の両側に橋が建設された。1752年、激しいハリケーンが、軍庁所在地のジョンストンを破壊し、またニュー川の上流にあった、ウォントランド渡し船も破壊した。現在のジャクソンビルの場所が、 新しい軍庁舎を建てる場所に選ばれた。この場所は後にオンスローコートハウスと呼ばれるようになった。1842年、町が法人化され、元アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンにちなんで、ジャクソンビルと名付けられた。南北戦争の1862年、アメリカ海軍ウィリアム・ビークッシングが率いた襲撃隊によって、町が占領され、短期間支配されていた。 ジャクソンビルとオンスロー軍の経済は海軍用物資木材、タバコに依存し続けた。1939年、アメリカ陸軍公平司令部のジョージ・ W ・ジレット大佐がバージニア州、モンロー砦からサウスカロライナ州、サムター砦までの地域を測量して地図化した。その範囲にはオンスロー軍の海岸線や入川も含まれていた。その地図は、 陸軍省と海軍省に水陸両用の訓練基地を設立することに関心を抱かせることになった。ニューバーン出身のアメリカ合衆国会議員、グレアム・アーサー・バーデンが議会に働きかけ、ニューガワの東岸約10万エーカーの土地を購入する予算を付けさせた。1941年に設立されたニューガワの海兵隊駐屯地が後にキャンプレジャーアン海兵隊基地と改名され、 700家族が移転させられた。その土地所有者は保証されたが、移転させられた家族の多くは、古作人でありその家がある土地を所有してはいなかった。その建物に対する保証もなかった。アフリカ系アメリカ人の中には、レーモンド・ケラムから土地を購入できる者がおり、ケラムタウンの町を作った。他の移転させられた家族は、ジョージタウン、ピケケトタウン、ベルフォーク、 サンディランに町を作った。そういった町はその後にジャックソンビル市に吸収されていった。ジレット大佐はマリーンという小さな村近くに引退する計画があった。そこは地元住民のせいがマリーンというもので町の名前が付けられていたが用地買収でその土地を失っていた。キャンプレジャーンの建設は人口約800人の小さな町に 新しい労働者が移住してきたので人口の爆発を引き起こした。海兵隊の若い家族や退役した軍族によって成長が続いた。今日、ジャクソンビルの主要産業は小売業とサービス業である。アメリカ海兵隊があることへの人の移動は今も続いている。バンクオブ・オンスロージャクソンビルフリーメイソン、テンプル、ミルアベニュー歴史地区、ペレティアテート・オントランドスプリングが アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。ジャクソンビルは北緯34度45分35秒整形77度24分35秒、北緯34.75972度整形77.40972度、34.75972-77.40972に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は45.2平方マイルであり、このうち陸地44.5平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は1.51%である。ウィルミントンからは車で約40分、沿岸内水路からは同15部の距離にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2013年時点では、 人口69,079人、白人67.7%、黒人20.0%となっている。2009年から2013年の世帯あたり、収入中央値は42,459ベイドルだった。ジャクソンビル市の2012年、包括的財務報告書によれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。ジャクソンビル市原市長は、サミー・フィリップスである。 市制委員は4つの小選挙区と市全体、合計5つの選挙区から各1人が選出される。その中から5選で市長代行を選ぶ。オルタナティブスクール小学校中学校高校。ありがとうございます。